東京競馬クラブ時代の東京競馬場、東京競馬クラブは、かつて競馬を施行していた団体で、競馬クラブの一つ。東京競馬クラブは、1910年5月30日に、設立された。1908年10月に、馬券発売が禁止され、政府からの補助金が交付されることとなったが、この際に、各競馬団体が再編されることとなり、近隣の東京競馬会、 日本競馬会、京浜競馬クラブ、東京女系クラブが統合し、1910年に、加納久木を初代会長として、東京競馬クラブが設立された。1910年7月23日にかつて、日本競馬会が使用していた目黒競馬場で競馬の開催が始まった。1911年には、馬政局からの通達により優勝内国三馬。 連合競争が創設。1923年に競馬法が交付され、同年12月15日からは馬券発売の伴う競馬の開催が始まった。1932年には英国のダービーステークスをファンとした東京有春大競争が創設され、また競馬場所在地の目黒を記念するために、これまで施行されていた格内国産小馬競争を衣替えする形で、 メグロ記念が創設された。1933年周期からは、競馬場がメグロから、府中の東京競馬場に移転した。1936年12月10日に、日本競馬会が設立されたのに伴い、1937年4月から5月に、かけて、クラブ主催として、最後の競馬が開催され、同年6月30日に、 日本競馬会に統合される形で解散された。1906年4月、加納久木、安大財門らを中心に、日本レース、クラブをモデルとして設立された。同年11月から、池上競馬場で競馬の開催が始まり、同開催から提出後商店が可視された。1909年まで同地で競馬を開催した。最後の年には、 ロシアのウラジオストクで開催された日露大競馬会に理事の安田を中心として機種、競争馬が多数遠征し安田の所有馬である提出を焦点優勝馬の推天が活躍した。板垣大輔を中心に1906年9月に設立。翌1907年7月に川崎競馬場で競馬の開催が始まった。クラブ解散後に競馬場跡地は 富士ガス宝石川崎工場となった。なお、現在の地方競馬の川崎競馬とは直接のつながりはないが、競馬場は現在の川崎競馬場の地に所在していた。1907年に設立。同年12月から1909年まで、目黒競馬場で競馬を開催した。1936年に設立された同盟の団体とは別団体。 尾崎幸夫を中心に1907年に設立。翌1908年3月から板橋競馬場で競馬の開催を行った。ありがとうございます。